日本は世界的に見て災害の多い国であり、災害対策への先進的な取り組みが求められております。災害による事業中断の影響を最小限に食い止めることが企業に求められており、グローバルに事業展開する大手企業様を中心に事業継続計画 BCP の策定そして見直しが行われています。企業様からは万一の災害発生時に備えて役員社員が宿泊する施設の手配などをあらかじめ確保できないかといったお問い合わせをいただくようになりました。今いただいているお声が一番多い首都圏の企業様が災害時に関西へ移動するという事業継続計画に対応したサービスでございます。平常時に契約を締結いたしまして、災害発生時はその契約に基づいて決められた人数や期間の宿泊手配を速やかに行うというものでございます。リカバリーサービスの内容についてただいまからご説明させていただきます。ご覧の3つのシステムから成り立っております。まず今回発砲システムというのは新たにレスキューナウさんと一緒に開発いたしましたシステムでございます。災害情報の配信システム、これレスキューウェブ、それから危機管理情報マップ、レスキューウェブマップ、これは既存のレスキューナウ様のサービスですが、こういったものを組み合わせることによって BCP の実行支援システムをより強固なものにしていくということでご提供させていただきます。訓練はニュートンコンサルティング様の監修していただきましたツールをご提供しながら1年2回行っていただきます。万が一の時にシステムを動かし方が分かんないとか発砲し方が分かんないというようなことが起きないようにですね、ぜひ1年2回の訓練をお勧めしてまいりたいと思っております。バックアップ機能のところです。こちらは本サービスのために当社の中に東京と大阪に拠点の体制を構築いたしました。夜間とか休日、こういったところにつきましてはレスキューナウ様が運営されているRIG24、こちらの方で一時対応を行っていただいたり、リカバリー発砲の監視、それから万が一それの反応がなかった時の督促、そういったところを行っていただくというふうな体制を組んでおります。なおホテル手配につきましては 100% とは言い切れないところがございます。従いましてご希望がありましたら家具家電付き賃貸住宅を提供されているレオパレス21様をご紹介させていただきまして、必要部屋数のいくらかをそういったところで年間賃貸されるということもお勧めしております。まずは実行可能性が高いところから始め、今後企業様のお声をお伺いしながら少しずつ育ててまいりたいと思っております。 JTB の新たなサービスリカバリューを何卒よろしくお願いいたします。